こんにちは。今日は臨場感を上げるのは未来のゴールの世界ということについて話してみたいと思います。よく、コーチングとカウンセリングは、似ているのではないかとか、同じ目の前のクライアントさんをですね、助けるあるいはその方の力になるという意味では、似たような職業なのかもしれないんですけれども、けれども実際のところものすごく違うんだなと私自身が実感したことがあったんです。そのことについて話してみます。コーチになりたいという方の中にはいろいろな対人援助職として今現在お仕事されていらっしゃる方もいるんですね。で、かつて私も、そういった心理師として働いていました。そして心理師としてよりそのクライアントさんの力になるために、何ができるんだろうかと思う中で出会ったのがコーチングであったわけなんですけれども、実際にコーチになってみると本当にそのカウンセラーとして行っていたこととコーチとして行うことが見事に違うということを、たくさん実感したわけなのです。このこともその一つになるわけなんですけれども、私がコーチになったばかりの時にですね、とても尊敬しているコーチの大先輩が少し体調が悪くって風邪気味だったんですね。ちょっと熱が出ていて、鼻水が出ていたりとか、そういった状況においても、たくさんいろんなことをお仕事されているので、なんていうんですかね、普段と日常と変わらないような様子で、お仕事をされていたわけなのです。けれども私は熱があるということも知っていましたし、しょっちゅう鼻をかまれたりされているので、どうしてもですね、大丈夫かなってちょっと心配そうにお顔を見てしまったり、大丈夫ですかと声をかけたりしたこともありました。でその時にその大先輩のコーチの方がおっしゃったのは、風邪の臨場感を上げないでくださいとおっしゃったんですね。治った自分としてやりたいことをやっているのだから、風邪をひいているという世界に臨場感を上げないでくださいと、そちらの臨場感を強めないでほしいというふうに言われたのです。でこの時に私はものすごく大きな衝撃を受けました。私たちカウンセラーだった時には、カウンセラーはどうしてもそのクライアントさんのですね、良くない状況にフォーカスしてしまいがちです。例えばある病気で苦しんでいる、例えばうつで苦しんでいるとか、例えば夜寝られなくって苦しんでいるというお話を聞いた時に、なんて苦しそうなんだろうとか、なんて辛そうなんだろうとか、そちらの方にフォーカスしてしまって、そちらに共感するわけですね。で、カウンセリングにおいて共感力ってすごく大切だって言われたりするんですけれども、その時に共感するのはその方の具合の悪い状態に共感したりしてしまうわけです。けれども、コーチングでは共感すべきは、あるいは私たちコーチが焦点を当てるべきは、未来のありたいその方の世界にフォーカスするということがすごく大事なのです。ですから状態の悪いところに共感してそこの臨場感を強めるのではなく、例えば風邪だった場合、風邪がもう治ってしまってやりたいことを思いっきりやれているという、そちらにフォーカスをして
そちらの状態のその方として接するということがとても大切になってくるわけですね。これはある意味カウンセリングとコーチングでは全くやっていることが逆なのだということをすごく学んだ一つのケースというか場面というかやり取りだったわけですね。こう臨場感の強い世界、まあ、臨場感というのは今こうあるがままありありと体験している体感している実感と伴った、まあ、世界のことですけれども、臨場感の高い世界が現実となるので、私たちが現実にしていきたいのはもう実際に、まあ、ゴールが実現しているような未来の世界なわけです。ですからそちらにフォーカスするということですよね。これは本当に、まあ、同じ対人援助職としてカウンセラーとコーチという役割があったときに明らかに違うファクターだと感じました。まあ、コーチングでは認知的不協和という、まあ、認知的不協和理論というものをこう大切にしているわけですけれども、認知的不協和というのはどういうことかというと、まあ、2つの相反する世界があったときに、まあ、人は2つを選ぶことができず、まあ、どちらかを選ぶと。でその時に選ばれるのは、まあ、臨場感の強い世界であり、強いこう映像として見えている世界に私たちの現実はそちらの方にですね、そちらの世界が実現していくわけなのです。ですからこうなりたい世界を強く臨場感上げて、なりたい自分が実現している、まあ、その時の自分自身のこうあるべき姿ですよね。そちらをこうしっかりと映像として強く持つことで、まあ勝手におのずとそちらの方が実現しているということが、まあ、コーチングにおいて、まあ、一つのその理論としてあるわけです。ですから、まあ、同じ対人援助職として働いていて、まあ、できるだけクライアントさんの力になるためにコーチングを使っていくというふうなことを考えている方がいるとしたら、ぜひフォーカスすべきは未来のその方のゴールが実現している世界であるということを、まあ、どこか心に留めておいていただきたいなって思うんですね。私たちはその、まあ、カウンセラーだった時の私たちはやはりその方の辛い状況にフォーカスしてしまう。でもそれではそこから抜けることができないわけですね。まあ、どうやったらよりクライアントさんの力になれるかなと思う中で、まあ、コーチングを学ばれて、コーチングを実際にクライアントさんのお役に立つために役立てていこうとされている方もいらっしゃるかもしれません。その時に、まあ、ぜひコーチング的には、まあ、未来の世界、未来のゴールが実現している世界にフォーカスする、そちらに焦点を当てる、まあ、このことを少し皆様と共有させていただきたいなと思いました。臨場感を上げるべきは未来のゴールが実現している世界である。今日はこのことについてお話をさせていただきました。